インド洋に浮かぶ島国です。島の形からインド洋のナビダと呼ばれています。九州より少し大きな島です。交通手段は鉄道もありますが、主に車です。紀元2世紀に作られた仏塔です。高さ55メートルであり、白さを保つため毎年石灰を塗っています。ブッダの母像が、白い像がお腹に入る夢を見て解任されたと言われ、象は聖なる動物として崇められています。塔の周りには333体の像が囲んでいます。巨大な涅槃像はブッダが苦のない世界に向かうお姿です。国民の7割が仏教徒です。白衣装をまとい、敬虔な信者が参拝に訪れていました。目の前には巨大な岩山が現れました。高さ200メートルの頂上にはカサッパ一世が築いた宮殿跡があります。父を殺し王位についたカサッパ王は、腹違いの弟に王位を奪われることを恐れ、登る途中にライオンゲートと呼ばれる巨大なライオン像を設置しました。しかし現在は前足のみ残っています。敵方の攻め入ってきた兵士たちはさぞ驚いたことでしょう。7年かけて作られた宮殿はわずか11年で幕を閉じました。頂上からは昔カサッパ王が眺めていた緑豊かな風景が一望できます。宮殿跡には水路、庭園などが残っています。岩山の中腹にはシギリアレディと呼ばれる美女の壁画が残っています。発見当時は500体あったと言われていました。しかし現在は風化が進み18体のみです。スリランカの南部海岸にはウミガメが産卵のため毎年訪れます。卵を漁師さんから買い取り、砂浜で孵化させ、その後水槽で1週間育てた後海に放流します。成長して水槽に残っているカメたちは手足に異常があり、海に戻りたくても戻れないカメたちです。海洋汚染の影響でしょうか。スリランカのお正月はヒンズー教の暦によって日付が変わります。今年は4月13日から14日です。市場には正月用品を買い求める客で混雑しています。
古代からスリランカでは炎は悪霊を払う力があると信じられてきたそうです。燃え盛る炎で体をなめるように、また舌の上に乗せ炎を味わっているようです。見物の子供らは驚きの表情を隠しきれません。真っ赤な残り火の中を平気で歩く、到底人間はだとは思えません。浮き火の上をこともなく歩き終え、ドヤ顔で客席を見回しています。キャンディーにある世界遺産の仏教寺院です。4世紀スリランカの王族が頭髪の中に隠してブッダの剣士を持って来られたそうです。ブッダの歯を持っていることが正当な王として認められていました。壺に入れてここに安置されています。連綿と続く伝統と文化を守り続ける国、一方高層ビルが立ち並び変化する都市、二つの顔を持つ国でした。